の代わって入った藤本が体を張る。ボールをかき出した上海上皇。大丈夫ですか。ボールを奪った酒井、うまい、股を抜いた、自ら持っていく、うまい、相手に当ててコーナーキック。最後蹴り行ってますもんね、これですね、これ23番、酒井高徳だ、ですよね、本当にね、酒井も危ないということは分かっていながらボールを持っていると思いますが、なんとか怪我は免れてほしいという状況。聞くまでは集中を続けたいヴィッセル神戸。ここでヴィッセル神戸準々決勝進出。